はい、こんにちは、ライムです。今回はついにキングダムハーツダークロードの配信日が決定いたしました。はい、皆さんトレーラーはねすでに見ましたか？今日のね0時にアップされた最新トレーラーキングダムハーツ2020っていうねやつ、まあいろいろねメロディー・オブ・メモリーだったり、まあ、その他サントラだったり、一番くじだったり、いろいろな情報出ましたけど、とりあえずこの動画では、キングダムハーツユニオンクロスのガチ YouTuber としては、まずこれを取り上げないといけないということで、これは言っとく。ダークロードの配信が6月の22日に決まりました。はい。で、今撮ってるのが、今日何日もう混乱してるわまあ来週の月曜日だね。だから要するに22日が来週の月曜日に配信されると、唐突ですが、超唐突。そんなことね、情報小出しにしてて、全然そういうの前触れが全然なかったんだけど、まさかの早かったね。思ってる早かった。僕の予想では早くても8月なんじゃないかなみたいな、遅くてまあ年末ぐらいも全然覚悟してたんですけど、まさかの今月っていうね。思ったより早かったね。情報をちょっと小出しにしてからが早すぎた1週間くらいでもうって感じだね。はい、ということで、まあ前もねダークロードの配信が決まった時か、予定が決まった時にすでにユニオンクロスのねガチ YouTuber としてダークロードももちろん、ユニオンクロスと同様ねガチで実況プレイしていこうかなっていう話をしていたと思うんですけど、それは今も変わらずです。ユニオンクロスと同様にですねダークロードの方も、実況していきたいと思っていますので、ユニオンクロス、今までずっと 見続けている方もねダークロードと一緒にねライブもよろしくお願いしたいところです。はい。で、ダークロードのゲーム性については、まあ、すでにね、トレーラーだったり、僕のね、動画等でね、アップしている通りではあるんですけど、まあ、ああいったゲーム性なので、今までのユニオンクロスとはちょっとね、違った感じになったりするとは思います。で、当然ながらガチャもね、ありますので、まあ、実際、ガチャのシステムまではまだね、発表されていませんけど、当日に、6月の22日の当日にもうサービス開始された直後からもう動画アップしていくつもりではあるので、生放送もちょっと考えてますね。当日どういう感じにしようかなとは思ってるんですけど、とりあえず生放送やろうかな。とりあえずダークロードプレイしてみたっていう感じの生放送、完全初見の生放送をやって、その後、なんだろう、強いカードとか、リセマラランキング的な動画出せたらいいなとか思ってますけどね、今なんとなくね、はい。強いカードはこれだみたいなね。性能解説もさすがちょっとしていきたいなと思ってます。当日だけどね、当日の僕の一日、ダークロードで遊んでみて、吟味したカードたち、っていう感じで、まあいろいろ当日から多分ね、2、3本は動画アップしたいなと思ってます。とりあえず。うん。あと、ダークロード実際ね、まだイベント、実際のそのゲーム、まだストーリーがこんな感じですよみたいな感じでしか、触れられてないんですけど、実際の、そのストーリー以外のイベントだよね。そういったところがどうなってるのかってところが、ちょっと気になるよね。普通のスマホゲーであれば、まあ、ストーリー以外にも、まあ、キャラクターの強化する、クエストだったり、まあ、その他、まあ、イベントクエスト、まあ、あるいはまあ、ダークロードはないと思うけど、コラボクエストとかね、コラボとか来た時のそういうイベントクエストみたいなのがあったりとか、そういうのもあると思うんだけど、ダークロードね、そういうものが実際あるのかどうかっていうところも、まあ、なんとも言えない感じなんですけど、なんかコーナークエストとかね、そういうのもあっても面白いと当然思うので、うん、そういった感じで攻略動画も出していけたらなと思いますので、はい、まあとにかく6月22日を楽しみにって感じだね。はい、
そんな感じです。とりあえず6月22日皆さん期待して待ちましょうといったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。